どうも、こうたです。今回は201系から221系へ順次置き換えというテーマでやっていきたいと思います。JR 西日本201系は現在では山手線を含めて大阪東線、和歌山線の一部区間で運転されていますが、10月から本格的に山手線を中心とする普通電車や快速電車を順次221系車両に変更いたします。東海道本線では現在221系から最新の225系を順次置き換えていますが、東海道線などで運行していた221系を奈良へ転属して、今後は国鉄の201系を221系へ置き換えを行います。これによって10月からは山手線と和歌山線の一部区間、来年の春には大阪東線で一部の車両を221系に置き換えます。今までなかった221系の6両編成には女性専用車が新たに付けられるということになりますね。ただし221系の6両編成で女性専用車のステッカーが付けられていても、設定区間は従来通りと変わりません。ですので山手線の一部区間奈良線や桜井線には女性専用車としての扱いはありませんので、今後奈良地区でご利用される方は乗車位置や乗り方には十分注意をしてご利用ください。今回は短い動画ではありますけども、この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。